に大分県の史跡に指定されている北盆地北部の通称宮原大地と呼ばれる大地南端の山林と天間社境内にある2基の前方公園墳からなる古墳群である1号墳は全長33メートルで公園部の直径約20メートル高さ約4メートル前方部の長さ約13メートル幅約16メートル 高さ約3メートルの前方公園墳である。周囲には一重の修行が確認されている。1号墳からは、1928年に天馬社の社殿が建設された際に、縫製、変形後重橋鉄塔、海正渦、鏡板、行用、辻金具といったバグ、水器、弾き等が出土したほか、水晶製ミワ玉が発見されている。 水晶性ミワ玉マは、他では、携帯天皇陵に否定される、今白塚古墳などから発見されているもので、九州では、数例の湿度があるのみであり、悲壮者の社会的地位の高さを示すものと考えられる。一号墳は、その出土品から二号墳に続く時代に築造されたものと推定されている。二号墳は、全長63メートルで、 公園部の直径約36メートル、高さ約5メートル、前方部の長さ約27メートル、幅約38メートル、高さ約6メートルの前方公園墳である。墳球の損傷が著しいが、周囲には二重の囚行が確認されている。北、楠地方最大の前方公園墳であり、大分県内の古墳時代後期の古墳でも、最大級のものである。 内部は、未調査であるが、1997年からの調査で、修行から、感情とって月横こ大型平底末期が出土している。末期は、埴輪の代用の埴輪壺と考えられ、先玉古墳群の中の山古墳などで類例が見られる、希少な遺物である。二号墳は、その出土品から、六世紀前半に築造されたものと、推定されている。 ありがとうございます。